サブロです。はい、今日はですね、ラーハルトついに見山ということで、楽しみですね。ハーケンディストールが見えるんでしょうか。ヒュンケルはね36位になりまして、で配信もねやりましたけど、絆のね記憶の方もだいぶ上がってきてます。で現状レベルの特技のレベルもマックス、現時点でのマックスになっております。さあ行ってみましょう。お前には決して見切れん。かっけえ相変わらずかっこいいな。さあ龍騎衆、次は貴様の番か。人間にしてはやるな。だが俺を他の二人と一緒にせん方がいいぞ。そうだね、そうだね、そら強いもんな。目障りだ。いいね。ハーケンディストールは撃ってこないでしょうか。こいつだけは他の二人とは桁が違う。そらそうですよ。捉えることは不可能だ。なるほど、やはりパワーだけはある。しかしその力も俺に命中しなければ意味がないぞ。強い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 。オッケー、やばいって。めっちゃ待って見えへん見えへん。そりゃあかんっすよ。さあ見切った。相馬組長、いやこれマジ強いな。お、来た。なんだ、受けろ陸戦機最強の一撃を、ハーケンディストール。え死にきれんと見える。そしてソアラへバラン。なるほどね、バラン。すいません。だが俺は突然ね紙芝居が入ります。今度は俺の秘技を見せしよう。ハーケンディストールを見せてくれよ。撃たないんかな。うわ早っ。さあそろそろアムドしますか。アムド。オッケー。アムド中はね防御力上がってんのかな。ハーケンディストール。あ、ちょ、待って待って、ハーケンディストール、あれだな。こんな力が残っていたんだ。それに先ほどよりも早い。モーションがなかったですね。とどめを刺してやる。こんなはずで。おっと、これさ、マジか。しく死ねえ、これ今モーションなかったんですけど、モーションあるキャラは仲間になるんか。そんなことない、びっくりした。お、グランドクルス、おー強い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 。 OK、 じゃあ、次はねあれかな、これヤリヒュンが仲間になるんかな。すいません、スキップします。どうなる？どうなる？どうなる？オッケー。これが、あ、台ね。そんなものはな。いよいよあれかな？終盤かな？バラン編がね。あー、リューマジン。あ、リューマジン来るんだ、もう。もうリューマジンか。早いね。さあ対決来ました。あ、ポップね、最後のね。気を引き締めてかからねえとな。さあ勝てるかな、行ってみましょう。あ、待って待って、絆ついてない、絆。どれだったっけな、つけてんの。鉄壁つけとこか、これだ。オッケー、じゃあ行きましょう。リューマ人ですか。おじさんなの、僕を呼んだのは。おじさんは誰。私はお前の父親だ。でもおじさんは僕と違う姿をしているよ。
まるで化け物みたいだ。確かに私のこの姿は人間とは違う。お前はどうやら母親の血の方が濃いようだ。リューマ人と化すことはできないだろう。だが、その布を取ってみるがいい。わかる、わかるよ。おじさんは嘘をついていない。お父さん、その額の紋章こそが全ての証。私たちをつなぐ無言の絆だ。たとえ姿形は違えども我々は親子だ。私はお前の父さんなのだよ。父さん、どけ。今さらお前のようなゴミに何ができるか。何もできねえことは分かってな。でもよ、戦うしかねえんだ。まともに立っていられるのはもう俺だけなんだからな。お前が私に攻撃を仕掛けたら、リューマ人と化した今の私は猛然と反撃し、この場にいる D の以外のものをズタズタにひねり殺すだろう。D のと出会い、人間の心が強く表面に現れている今が最後のチャンスだ。おとなしくDのを渡せ。邪魔しないでよお兄ちゃん。せっかく父さんに会えたのに。大見入ってしまうな。親だろうとなんだろうとてめえなんかに俺たちの代を渡してたまるもんか。俺たちの代だと。そうさ、代がいなけりゃレオナ姫は死んでた。ダイと戦わなきゃクロコダインもヒュンケルも悪党のままだった。そして俺はダイに出会えていなかったら、いつも逃げ回って強え奴にペコペコして口先ばっかで何にもできねえ最低の人間になってたに違いねえんだ。ダイに出会えて俺たちの運命は変わった。ダイのおかげで俺たちはここまで頑張ってこれた。ダイは俺たちの心の支えなんだ。そのダイが人間の敵になっちまうなんて、俺たちの目の前から消えちまうなんて、死んでも我慢がならねえ。では死ぬがよかろう。ダメだ、もう奴には人の心のかけらも残っていない。なるほどね。魔法力はゼロ、強力な武器も道具もない。殴りかかるしかできねえ。何かできることはねえのか。考えろ、考えるんだ。ここでやらなきゃダイが連れてかれちまうんだぞ。先生、アバン先生ならどうしますか。こんな時先生ならどう戦うんですか。先生、メガンテね。あった、たった一つだけ打てる手が。だがそれをやれば。僕どうすればいいの。心配すんな、すぐ終わらせてやるからよ。そのバンダナずっと持っててくれよ。5つの頃から愛用してる俺のトレードマークなんだからさ。僕がなんで。いいからなくすなよ。さあ行きますか。いい話やな本当に。リューマ人の力を知るがいい。いやかっこいいな本当に。さあバラン2度目、リューマ人に挑む、呪文、使えません。あーそういうことね。やめろポップ。マジするな。こんな見苦しい特攻など見たくもない。あーもうな、逃げ回れってこと。ポップ、あすごいねこれ。二つにしてくれて、はい、あーだからメガンテを使えるのにちょっと待てってことね。あすごいなこれ。え結構長いぞ。大丈夫か。食らうがいい。斬新やな。
逃げ惑うしかないみたいな。ギガテインはやばいやろ。まあこれはね、やっぱ近づいたらあかんな。バランやばいって。これでもメガンテ使った終わりなんかな。ダイがどうやって目覚ましたとか覚えてないな。真っ二つにしてくれる。いやー、シンマ合流拳かっこいいっすね、やっぱ。バラン使わしてほしいんやけどな、うん、こんなことがあった。確かこんな何かものすごく悲しいことが。これちなみにね、今引き寄せられてます、めっちゃ。さあ、もうちょっと半分切りました。攻撃はできません。逃げるしかありません、マジで。あ、やばいやばいやばい、やばいって。めっちゃ食らうやん。ギガやばいっす、やばいっす、やばいっす、マジで。ほんまやめてください。もう、あって、あって、あとちょっと、あとちょっとなんですよ。さあ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、マジで。はい、あとちょっと、あ、10秒ぐらいか。真っ二つにしてくれ。やばいっす。やばい、ちょっと待って、回復ない、やばい。あ、これやばい、これやばい、マジで。食らったら100だし、ギガデインなら多分死ぬ。ギガデイン、やばい、あっぶな。よし、たまるぞ。みんな、あとは頼む。はい、オッケー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 。あっぶな。見苦しい特攻など見たくもない。人思いに砕いてくれる。来たー。抜け、非力な魔法使いごときの握力なのに。あったいめえよ、この指先にはな、俺の全生命エネルギーを込めてるんだ。抜けてもらっちゃ困るんだよ。なんだと、まさか貴様、あの呪文を。お前がメガンテなど使えば間違いなく死ぬぞ。分かってな、下手すりゃバラバラに吹き飛んでかけらも残らねえ。俺の先生がそうだったようにな。やめろポップ、バカなことをするな。バランにそいつが効くかどうかは分からん。無駄死にするかもしれんのだぞ。必ず効くさ、いかにドラゴニックオーラが鉄壁でも、それ以上のエネルギーをぶつければ貫くことができる。このおっさんが前に自分で言ってたことだぜ。それに俺はダイのために、勇者のために死ぬんだ。言ってみりゃ、俺たち人間の未来ってやつのためにさ。こんなかっこいい死に方は他にねえよな。前にもこんなことがあった。確かこんな何かものすごく悲しいことが。思い出せダイ。レオナ、ヒュンケル、クロコダインのおっさん、みんな、あとは頼むわ。マームにはうまく言っといてくれよ。はい、俺が死ぬところを見てもまだとぼけた面してやがったら恨むぜ。あばよダイ、お前といろいろあったけど楽しかったぜ。でもいい話だ、冒険はここまでだぜ。メガンテ、思い出したね。わあ、ちょっと悲しいですね、本当にね。続きはありますね、一応。さあ、勇者大復活。さあ、紙芝居ですけど、ちょっとね、
飛ばしますか。あ、飛ばせないね。これは見ましょう。ポップー、思い出した、全部思い出したよポップ。俺が不甲斐ないばっかりにお前を、ポップごめん、ごめんよポップ。記憶が戻ったのか。だが、そのための犠牲はあまりに大きかった。確かにね。どこにおった？奴にはメガンテすらも効かなかったというのか。いや、さすがの私もメガンテを食らえばダメージを受ける。だが、こいつが未熟なおかげで助かった。全生命エネルギーを指から敵に送り込み爆発させるその瞬間、わずかな隙が生じ指の力が弱まったのだ。私は上空に飛び、その勢いでこいつを振りほどいた。犬死にだ。おのれ、バラン、貴様。ゴブちゃん、ダメよ、やめて。消えろ。やめろ、これ以上俺の仲間に手を出すな。どうやら本当に記憶が戻ってしまったようだな。完全に消去したのに信じがたいことだ。あんたが本当に俺の父親なら、なんでこんなことするんだ。俺の思い出を奪ったり、仲間を傷つけたり、殺したり。黙れ。人間とその味方は全て根絶する。お前も私の息子ならそれに従え。嫌だ。確かに人間はたまにひどいことをするよ。勝手なことをしたり、いじめたり、仲間外れにしたり。でも中にはそうじゃない人間もいるんだ。臆病だけど、一生懸命頑張って正しいことをしようと努力している。それがこいつだったのに。感動、マジ感動やわ。またあの手を。そんなゴミどものことなど覚えている価値はない。再び記憶を消してやる。今度こそ完全にな。さあ、全て忘れてしまえディーノ。そして真の我が子となるのだ。嫌だ。俺はポップのことを二度と忘れない。忘れるもんか。出てたまるか。俺は俺だ、勇者ダイなんだ。まだこの父に逆らうつもりなのか、この愚か者が。お前なんか父さんじゃない。なんだと。ドラゴニックオーラに覆われたこの私の体に一撃を。大の紋章が拳に。ああそうだ、ありえん、絶対にありえない。数千年に及ぶ長いドラゴンの騎士の歴史において、額以外の場所に紋章の光が発動するなど一度たりともなかったはずだ。
まさか人間の心、ソアラの思いがこれを。ソアラどうなっているんだ。ドラゴンの紋章が拳に現れるとは。おそらくダイが自らの意志でそうしたのだろう。バランの頭脳支配から逃れ、奴以上のパワーを得るには紋章の力を額以外のどこか一点に集中させるしかないと悟ったのだ。たとえ全闘気の力では劣っても、一点に集中すれば一撃の破壊力は勝る。覚悟しろ、バラン。あんたは俺の大事なものをたくさん奪った。そうだね。たとえ親だろうと何だろうと、絶対に許さない。名シーンやな。生意気な口を聞くな。親子喧嘩勃発。さあ戦いかな。はい、おお、挑みましょう。あ、強化されました。OK。 さあ大丈夫か、このままで。どうすればいいの。さあ行きましょう。結構ね、動画長くなるな。さあ行きますよ。バランを倒そう。父に逆らうつもりなのか、この愚か者が。お前なんか、お前なんか。おお、使ってみるか。あ、剣に。ああ、なるほどね。うわー、結構食らうな。あんたは俺の大事なものをたくさん奪っ。おい、行くぜ。これで最後だ。うわオッケー。ふざけおって。子供が親に勝てるものか。史上最強のね、親子喧嘩ですから、これは。オッケー。強いね。これまだありそうだよね、戦い。おお、来た、かっけー。かっこいい、かっこいい。紋章戦、特技、物理攻撃。はあ、なるほどね。紋章戦ね。ああ、やっぱありますね。これが最後かな。さあ行ってみましょう。ドラゴンの一刀。頑張ってみんな。私は今のうちにポップ君を。そうだね、助けてほしいよね。これ紋章戦。あ、ドル、え、ドルオーラ。あ、そっか、ドルオーラ打つんか。ドルオーラいいっすね。でもモーション出ないからな。出てもいいのにね。さっきのあれも出なかったし。スターハルとか。いやー、このね、攻撃結構やばいやばいやばい。いや、強いよ。だ、いやーやばいやばい。ちょっと待って、死ぬ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 、マジで死ぬ。危な、めっちゃ強い。いない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 。オッケー、それ崩したから使って何。いかん、なんというほざくなく。今の私でできるかしら。あの大呪文がザオラルだっけ。でもせっ、さあ行くぞ。死ぬことになる。いや強いわ。オッケー。オッケー、強いよ。お、折れたね。
パプニカの剣ね。この剣のみが。え、これ、え、まだある？クロコダイン。あ、ないわ。しっかりしろ。立て。ヒュンケル。ダイを助けねば。俺に策がある。うん、クロコダイン。俺を上空まで飛ばせるだけの力が残っているか。よし。は？剣ないからな。とどめだ。今だ。ヒュンケルかっこいいすぎやろ。ゴミどもが。ギガテインはやばいってマジで。そんな攻撃など。ヒュンケル。ダイ、そいつを使え。バランの剣ほどではないが、伝説の魔剣と言われた一本だ。やつめ、最初から剣を渡すことが目的だったか。おのれ。ダイ、一発で決めろ。いかに鎧の魔剣でも今のお前のパワーにはそうは耐えられん。よし、これなら。来た来た来た。剣を交えた瞬間に分かったわ。その剣に我が神魔合流剣ほどの強度はない。一気に打ち砕いてくれるぞ、この最強剣ギガブレイクでな。何？このリュウマ人の携帯でギガブレイクを使った時の破壊力は私自身にも想像がつかん。覚悟して受けるがいい。それは完全なギガブレイクじゃない。あんたが今使ったのはギガデインじゃない、ライデインだ。あんたにはもうギガデインを使う魔法力もないんだ。同じ条件なら俺たちが勝つ。かっけえ。ライデイン、俺の力と先生の技とヒュンケルの剣と、そしてポップが取り戻してくれた俺の思い出の全てを一つにしてお前にぶつけてやる。黙れ。俺はどうしたんだ？やっぱり死んだのかな？メガンテ使ったから当然だよな。あ、バランは？いねえな。ここがあの世なら、あいつはどっか別のあの世に行ってんのか？ポッペ！ポッペ！ごめんちゃん。僕だよ、ポッペ！ごめん！驚いたぜ、これは。ゴメが喋ってるなんてさすがあの世、なんでもありだな。ああ、でもそれじゃあお前もやられちまったのか。ポップ、そっち行っちゃダメだよ。それ以上進んだら本当の死の世界へ行って帰れなくなっちゃうよ。え、そんなこと言ってもよ、足が勝手に動いて。しっかりしてよポップ、君はこんなところで死んじゃダメだよ。今までずっと一緒に頑張ってきたんじゃないか。ポップが死んじゃったりしたら僕すまねえな、ごめん。でも俺はもうダメだ。今まで生き残れてたのが不思議なぐらいなのさ。俺の力なんて所詮ここ止まりだったんだよ。うっ！
軍はガキ、私とは戦いの年季が違うわ。これで最後だ。ポップのバカ弱飯。なに、まだアバン先生の仇も取ってないくせに諦めちゃうなんて。ポップは弱虫だよ。もう嫌いだ、この野郎。泣き虫小僧のてめえに弱虫呼ばわりされる筋合いはねえぜ。俺は俺なりに一生懸命やったんだ。嘘だい。ダイはまだ一人で戦ってるんだよ。それなのに見捨てちゃうんだろ。情けないよ、ただの弱虫だい。ふざけるな、コメコ。たとえ死んだって、俺はダイを見捨てたりしねえぞ。え、こんなシーンあったかな。バカな死人が呪文を。妹くっ、アバンストラッシュの。うわー、感動やなー、めっちゃ見入ってしまったね。これで、あ、一応終わりですね。はい、ちょっとね、だいぶ長くなってしまったんですけど、まさかこんなことになると思わんかった。はい、今日はですね、ドラゴン1頭まで、バラン編ね、終わりましたね。次6章かな。まあ、ちょっと長くなるんで、ここで今日はおらおうかな。いやー、感動したねー。いや、いいやん、別に。なんか叩かれてるけど。すごい良かった。はい、ここまでね、ご視聴いただいてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。長くまでありがとうございます。それでは、またねー。